さんこんにちは、チーム忍者の安田です。ライズオブザローニンは自由な探索や幅広い戦闘を体験できるワールドアクション RPG です。歴史上の人物たちを紡ぐ因縁によって物語が変化していきますので、ぜひ一人の浪人として皆様それぞれの幕末を体験してください。オープンワールドで描かれる幕末の世界をお楽しみください。This game's gonna be fire. If you're into samurais, and I didn't know it was gonna be an action RPG, that just makes it even more better for me. I love this type of game. 最初に国外に開かれた横浜では、和と洋が入り混じった独特の街並みが広がっています。No, I'm digging it already. 主人公は鍵縄を使って屋根の上に登ったり、装置アビキルを使って高所から滑空し、上空を移動することも可能です。 A man is the Japanese Batman. Wow, landed on the horse. 攻撃やガードを駆使しながら敵の攻撃を This is a Rise of the Ronin. 体勢を崩すことも可能です。敵の武器と相性の異流派を選ぶと戦いを有利に進めることができます。 Nice! I'm digging the combat too! Ooh, let's get it! With the air parry, that was dope. 戦闘では日本刀や長槍以外にも海外からもたらされた短銃などさまざまな武器が使用できます。発明家である伊賀七と因縁を深めるとさまざまなからくり装置を入手できます。ホリビ砲は伊賀七が作ったからくりで、現代の火炎放射器のような強力な遠隔武器です。ホリビ砲や和洋折衷のアクションである銃剣など西洋の技術を生かした武器をうまく活用すれば強敵にも打ち勝つことができるので、ぜひマスターしてください。 Oh, this is gangster! Oh my god! The parry and then the pistol shot to the face? 紡いだ因縁が物語に大きく影響します。 This is so dope! ぜひライズオブザ浪人で一人の浪人として運命を切り開いてください。 You got friends?Is this game multiplayer? Oh, that was sick with the handgun. I'm telling you right now, this game is multiplayer. I'm all over it. I'm already all over it, but I'm just saying. ようやくネズミ捕りにかかったの。気持ちの揺れてない奴はついてこい。それに倒すも何も、幕府はもうとっくに死にてえなんて。March 22nd, 2024. That game's gonna be fire.